エネルギー革命とは、主要に使用されているエネルギー資源が他の資源へと急激に移行することを指す。第一次、エネルギー革命とは、人類が火を発見し利用するようになったことを言う。人類が最初に利用していたエネルギーは、太陽、風力、人力などであった。考古学上では少なくとも50万年前の中国の北京原人の頃には火を保存したり作ったりすることが、 できるようになったと考えられている。第二次エネルギー革命とは人類が蒸気と化石エネルギーを利用するようになったことを言う。18世紀後半になると石炭を利用する蒸気エネルギー機関が発明され自然エネルギーしか使わなかった。それまでの手作業ののどかな社会は激変した。イギリスはヨーロッパ大陸の諸国よりも森林が少なかったため 製鉄業は新炭を求めて移動したが、16世紀には燃料不足となり、木材価格が上昇し始めた。このため他国よりも真剣に他のエネルギーを探す、必要に迫られたが、そこで注目されたのが石炭であった。この石炭エネルギーへの移行により、イギリスは他国に比べて50年も早く、第二次産業革命を起こすこととなった。第三次エネルギー革命とは、 人類が石油や電気を組み合わせて利用するようになったことを言う。1886年にはゴッドリープ・ダイムラーが内燃機関を自動車に搭載して石油が自動車の動力に利用されるようになり、1896年にはヘンリー・フォードがガソリン車を大量生産し始めると一般大衆にガソリン自動車が普及することになった。アメリカで 灯油や軽油を使うトラクターが農業分野に登場すると大量収穫が可能となり人力と蓄力による伝統農業は石油を使う現代農業へと移行することとなったアメリカでの自動車登録台数は1929年には2310万台となり世界の石油自動車の78%を占め公共鉄道は次第に衰退した日本における エネルギー革命とは一般的には第二次世界大戦後の1960年代にそれまで燃料の主役であった石炭から石油や天然ガスへ転換されたことを指す。1950年代に中東やアフリカに相次いで大油源が発見されエネルギーの主役が石炭から石油へと移行した。日本においても1962年10月の 原油の輸入自由化をきっかけとして、石炭は長く続いたエネルギーの王座を石油に譲ることとなった。大量に安く供給された石油は、様々な交通機関、暖房用、火力発電などの燃料として、また石油化学製品の原料として、その消費量は飛躍的に増えた。他にも日本国内産の石炭の生産を中止して、 低価格で品質の良い輸入石炭に移行した減少や家庭での暖房器具が燃料主体から電気を主体とした器具に移行した減少などに対しても使われることがある。日本のエネルギー革命は他国と同様蒸気機関よりも熱効率の良い内燃機関の発達を促し産業の高度化にもつながった。反面、北海道空知地,地域、福島県東部、 山口県西部、九州北部の山端地ではそれまで産業の基盤であった炭鉱が次々と閉山に至り多くの炭鉱労働者が失業し関係自治体の著しい衰退へとつながっていった。家庭用のエネルギーに関しては1950年代においてもなお多くの家庭の暖房や水地に木炭や焚き木などの木質エネルギーが用いられていた。 1950年の木炭の生産量は年間約200万トン。1956年の焚木の生産量は3400万総石石。統計に反映されない自家生産分や製材所のノコギリクズ、破材などの二次利用分を考慮すれば膨大なエネルギーを国内の森林から調達していた。これら木質エネルギーはこの後急速に石油、ガス、 電気などに移行。新炭の生産量は1970年代までにかつての1、10といった桁違いの減少を見せた。家庭内のエネルギー革命は家庭内の無縁化や家事労働の低減など近代的な生活環境をもたらしたが、一方、三間奥地の木質エネルギー生産の場からは多くの収入と雇用の場が消失するという打撃となり、 理能や過疎化が急速に進んだ。石油危機以降、石油輸出国機構に対する危機感と原油価格の高騰により、世界各地で炭鉱活動が活発になるとともに、石油探査、生産技術が向上したこともあり、石油の火災埋蔵量が増加することとなった。しかし、化石エネルギーが有限資源であることに変わりなく、辺境の土地や海洋での炭鉱、オイルシェールや、 オイルソンドなどの採掘に対象が移ると考えられている。工事園第6版、エネルギー革命の項を参考。ABCDEFGHIJKLMN、田中の夫。エネルギー文明史、石油天然ガス、金属鉱物資源機構。2017年1月21日閲覧。トピックスエネルギー白書2006班、第2部エネルギー動向。 資源エネルギー庁木炭関係資料、P21 木炭の消費、生産等の推移戦後の消費量、生産量、輸入量の推移2016年9月27日閲覧昭和32年度年次経済報告昭和31年度の林産物の動向2016年9月27日閲覧、個別高齢者の語り聞き次第地を踏みしめて、ゲトミウ駅。 物流拠点としての役割個別高齢者の語りを聞く、会2014年 P213 ありがとうございます。